どうもこんにちは。オープン CV のウェブアプリを作る続きを決めていきます。前回は Docker Compose ファイルを、プロダクション用と、開発環境用に分けました。分けるというのをやりました。ただ、プロットは何もないのでこいつはいらなかったですね。ムーブトラッシュして、あ、消しちゃったか。実行するときに、よいしょ、-f オプションで、Docker Compose は指定せずに、プロット YAML だけ指定すると、Compose プラスプロット YAML っていうふうに動くと思ったんですけど、そうではなくて、どちらも設定する必要があるので、プロット YAML 何も書いてないんで、まあ、-f オプションで、Docker Compose YAML だけ指定してあげれば、Docker Compose App、Docker Compose だけ、YAML だけ、見てくれるので、まあ、これでいいということで、なくします。はい。ということで。で、今日はですね、本番環境にアップしてみたいと思います。なので、Google クラウドプラットフォームの、マシンインスタンスですね。VM インスタンスに入って、よいしょ、SSH で入りますと。はい、入りました。そしたら、CD で OpenCV Web App で Git Pull Origin Master かな？メインか。Origin メインですね。はい。をやってあげると、降ってきます。で、Compose プロトはなくしたんですけど、まだコミットしてないのでありますけど、Docker Compose-F で Docker Compose YAML のアップ -D つけてあげると、デーモンで動いてくれます。はい、これでいいはず。よくないか。一回ダウンして作り直さないとダメですね。はい、一旦消してDocker Compose Build。ビルドすればいいか。はい。で、どちらもビルドします。で、多少変わるので、いろいろ動いてくれるはずですね。はい。いいですね。ファイルアップロード ML を、ALM か。をコンバートしてくれてますね。コンバート。コンパイル。で、VIP インストールも置いてるんで、大丈夫そうな感じ。はい、ビルドが終わりました。そしたらばさっきのコマンド Docker Compose App-D で起動をかけてあげます。はい、-D つけるとすぐターミナル上は戻ってくるんですけど、これで起動してます。で、この状態で3485、これですね、8000ポートに行くとドンと出てくると。で、アップロードイメージをやってあげるとうまくいってくれるはずなんですけど、どうでしょうか。ダメ。おっとっとっと、おかしいですね。コネクションリフューズドになってますね。あら、レナ JPEG、あ、いかないですね。こういう時は Docker Compose Logs で、バックエンドだっけというのをやってあげると、バックエンドじゃないや、サーバーか、サーバーというのをやってあげると何かしら出てくるんですけど、ブートはしてますね。127001になってるのか。なので、サーバーに入ってですね、ちょっとパッチ的にやります。ソースじゃなくて、メイクファイルか。あれ、ホストは000になってるんだけどな。あ、違う違う、これはそっか。
とどこに書いたんだ、ドッカーファイルか、はいはい、グニコーンに、ローカルホストで動くようにって書いちゃってるので、グニコーンの設定ですね、バインド、レレレ、あーあった、はい、グニコーンを設定したときはどうこうみたいなのは、おいおい、長いなこの記事は。これですね、バインド000.8000とかいうのをつけてあげればいいと。後ろでいいか。バインドで、5000ですね。はい。一旦これで。で、Docker Compose Down を押して、一旦止めてあげて、はい。で、Docker Compose Up をします。Up はさっきコマンド打ったんで、それを見ればいいと。あれ Docker Compose Up じゃなくて -F で、Docker Compose YAML と Up で -D。 一旦 Up にしよう。めんどくさいんで。はい。で、Up で起動かけると、まあ、ここにログが出てくるんで分かりやすいですねって感じですね。で、この状態でアップロードイメージをしてあげるとダメじゃないか。ダメじゃないかと。なぜ8000になってんな。その前にやんなきゃダメかな。バインドでいける感じがしますけどね。ね、あ、そっか、そりゃそうだわね。ビームでサーバーのドッカーコンポート、あ、ドッカーだから、そっか、Docker Compose ビルドをしないとダメですね。ビルド、サーバー。いや、忘れるな。はい、これで OK ですね。これでコマンドが切り替わったはずなので、Docker Compose Up をしてみます。で、これで多分出てくる、あ、000の5000になりましたね。はい。これでいいはずですね。OK, OK。これでアップロードイメージをやってみます。よいしょ。アップロードイメージで、レナジェンペグ。ドンと。出た出た。よかった。はい。出ました。で、グレースケール。大丈夫ですね。動いてます。なんか、比率が全然違うんだけど、なんでだこれ。はい。まあ、こんな感じで、本番環境で動いています。なので、一旦止めて、-D オプションつけて動かしておきますんで、まあ、使いたい方いれば、この34851682に来れば使えるので、見てみてください。はい。で、D で動かしておけば、コンソール閉じちゃっても大丈夫なはずですね。はい。ちょっとね、本番環境と言いつつ、すごい適当な、構築になったんですけど、一旦はちょっとこのままこれで逃げようと思います。あまり時間もかけていられないので、はい。で、あ、まあ、おいおい、まあ、もうちょっとちゃんとしたものにしていくというのはやっていく予定ですけど、一旦はこれでということで、でですね、これから何をするかというとですね、Python の方のこう、作りに入っていきたいんですけども、あ、これ飛べなきゃいかんだな。Docker Compose Up しときます。
で、これで開発環境立ち上がるので、この状態でコンテナを、あれコンテナがないじゃん、一旦閉じなきゃダメか、ドントセーブ、あ、いいか、ドントセーブで、よいしょ、コンテナ開いて、コンテナ図が出てきましたね。で、サーバー開いて、で、Python の方なんですけど、まあ、API をいくつか追加していきたいなと思います。で、今はですね、作っている API は2つだけなんですが、1つが、アップロードイメージってやつで、こいつはもう全然別物なのでいいとして、あとは、グレースケールっていうのを作りました。で、これから作りたいのは、一つは、なんか色出てきた。一つはですね、日課。値か、日課。か、か、か、どこ行った？日課ですね。これは白黒。白黒にするやつです。で、もう一つは、区形の切り取りみたいなやつ。がいいかなと思っていて、あとはその区形をどこ、区形を判定するようなやつ。顔認識的なやつとか、あとは、数字認識的なやつとか、あとは、オブジェクト、ディテクションみたいなやつ。まあ、ちょっとこれはかなりオプショナルですけど、これ、OpenCV の範囲ではないので、まあ、こういったものを作っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、他はちょっと細かいもの、いろいろあると思うんで、この日課の他にも、いろいろあると思うんで、まあ、そういうのもちょっといろいろ、まあ、いいのがあれば入れていきたいんですけど、まあ、とりあえず大きく分けて、グレースケールですね。グレースケールみたいなやつは、フィルター系と呼びます。これは、引数というか、パラメータなし、画像のみ。なので、まあ、画像だけですね。イメージとしてタスク ID と ID を渡してあげれば、そのイメージが取れるんで、そのイメージをただただ、コンバートしてあげるみたいなことすれば、結果が取れるというものになるんですが、日課とか区形の切り取りってやつは、これパラメータありなんで、なので、ちょっとフィルター系とはちょっと違います。動きがね。なので、画像プラス何かしらというものが必要になってくるんで、この何かしらを受け取る仕組み、受け取る仕組みっていうのはただ単純に、JSON に入れてくればいいんですけど、まあ、それを Elm 上でどうするかっていうのもあるんで、ちょっとここの何かっていうのをなんかこううまいこと、こうハンドリングするような仕組みが欲しくて、で、まあ、こういったのが必要ですと。で、顔認識とかが数字認識とかっていうのは、逆に、パラメータはないです。まあ、ある場合もあるんですけど、まあ、基本はないと。ただ戻りが違うと。戻りが画像じゃない場合があるんですね。画像プラスアルファの場合があって、まあこれをまあどうハンドリングするかっていうのがまた別問題としてあります。例えばこれだと、顔認識だったらその顔認識のところのその区形の範囲、あと座標だったり、数字認識だったら、その数字を認識した、まあ、区形の座標ですね。認識した区形の座標を、プラス、その認識した値
とかで、オブジェクトディテクションの場合もそうですね、その区形プラス、値とそのパーセンテージみたいなやつとか、まあいろいろあるので、まあ、そういったものをどうやって、ハンドリングするかというところがあるので、まあとりあえず簡単そうな、このとりあえずパラメーターだけあって画像を返すやつはこれ二置化なんで、区形の切り取りはプラス画像プラス何かを返すんで、ちょっとここで一旦あの隔たりがあるんですけど、まあこういうものを作ってちょっとずつあの引数というかパラメーターが増えていく方向に行こうと思います。で、二置化についてですね、OpenCV でどうやるのかっていうのだけ調べて終わりたいなと思います。二置化 OpenCV、 二置化ですね、はい、まあ調べりゃ出てくるんで簡単なんですけど、この場合はスレッショルドが必要になります。はい、なのでここに書くか、まあこんな感じでできると。で、あ、レッドとスレッショルドは何、これレッドは何、レッドはレッドは使わなくて良さそうなんですけど、レッドは何でしょうね。レッドに式位置がいくつになったか確認をするということなんで、あ、画像に応じて自動決定するっていうのがあるんだ。なるほど。だから、まあ、こういうやり方もありますせということで、これもそうですね、2つフィルターを2つ作ってもいいんですけど、直接スレッショルド指定するやり方か、もしくは自動決定してもらってその値を、まあ、返すか、まあ、どうか分かんないけど、まあ、そういったものがあるので、まあ、この辺を、API 化して、でフロントの方で呼び出せるというのを作っていこうと思います。はい、ということで、今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントもしてます。では次回。